では本日はこちらですね、第88回東京優勝日本ダービーですね。東京も11レースとなっております。今回も単勝複勝を買っていきたいと思います。まず単勝ですけれども、エフフォーリアが 1.8 倍で1番人気、断然人気ですね。2番人気がサトノレイナス 5.7 倍とかなり差が開いてますね。この中で選ぶのは気になる馬が2頭、6番バジオンと13番グレートマジシャンなんですけれども、どちらがいいかと迷ったんですが、バジオはディープモンスターと同じで前へ行く宣言をしてますんで、こっちかなとは思ったんですけれども、やはり今回はこちら13番のグレートマジシャンですね。こちらの方を単勝をまず買っていきます。続きまして、副賞ですね。副賞もグレートマジシャンですね。こちらの方を8000円と合計1万円ということになります。さあ、今回はこのエフフォーリアが無敗で2冠馬になるかどうかっていうところなんですけれども、まあ過去の2冠馬と比べると、例えば東海帝王、ミホノブルボン、ディープインパクトと、そして去年コントレイルと、果たしてエフフォーリアはそのくらいのレベルの馬なのかどうかというところなんですが、まあちょっとそこまでは行ってないんじゃないかなと思ったんで、今回はこちらのグレートマジシャンの単服ということにしました。バジオも気になるんですけどね。さあ、どうなりますか。とりあえずこれで購入します。はい、購入を完了いたしました。それでは今日も日本ダービー楽しみましょう。ご視聴ありがとうございました。